どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画やっていきたいと思います。ということで今回はですね、こちらのオルフェーブル剣さんガチャ、こちらのですね天井交換どっち攻略解説やっていきたいと思います。でまずはですね、無料120連の期間が終了しました。で今回ですね、どっち交換するか結構迷うんですけども、まあ皆さん何枚出ましたでしょうか。まあそのガチャの偏りとかにも左右されるので、まあちょっと難しいところはあるんですけども、一応私なりの考え方を示しますので、よかったら動画最後まで見てみてください。他にはですね、まあ天井交換も今回の話ですが、二次結晶もですね、いろんなサポカに使えるので、そこもですね、まあ考慮する必要はあるかなとは思います。で二次結晶についてはこちらの動画で、ね、話しているんで、お時間あればね見てみてください。はい、ということでですね、ガチャ、まあ、まだ進撃かっていうところはですね、以前解説したんでさらっといきますが、今回は回し毒です。まあ、ゲタ吐かせてくれるのもありますし、まあ、120連で両方関東までいったよっていう人以外は、80連とかはもう今まで貯めてきたジュエルとかでですね、やっぱり執念というのはジュエルの使いどころでありますので、まあ、80連まではもうね全部関東してなければ、まあ、回し毒っていう感じはあるかなと思います。そっから先はですね、まあ、お財布状況によるとかね、あとどのくらい出るかにもよるんで、まあ、偏るとですねその後回しにくくなるんですけども、まあ、そこはねガチャの出方次第ということになります。はい、ということでまず始めなんですけども、今回ガチャね両方強いかなというところです。でまず大雑把に言うとですね、まあ、先を見てオリフェーブルという手もあるかなと思います。でなかなか判断難しいんですが、一応ちょっと言っときたいところはですね、まあ前のエルメイガチャみたいな感じで執念のガチャは強いよっていうのはここでもわかるんですけども、まあ、例えばですが、まあ、数ヶ月先を見るのであれば、例えばエルをね取っておけばね、今もエル強いという感じです。メイちゃんも今回のシナリオで、まあ、強いんですけども、まあ、めちゃくちゃその対人戦とかのメインのデッキには入んないっていう感じになっているので、まあ、EC 周回では使いますが、やっぱりエルが、ね、あるとですね、スピードサポ今でも強いです。なので、まあ、このねオルフェーブルの方をちょっと取っていきたいんですが、今回判断材料が、まあ、3つありますので、それプラスで解説していきます。はい、でまず1つ目がですね、剣さん自前論というのがありまして、まあ、今回ですねこの新シナリオではこの、まあ、3枚はもうデッキの固定枠になります。で賢さもいろんなところでね、そのね、競技レベルを稼ぐためにサポカ自体もやっぱいるなっていう感じで、スピーチだったらまあスピードは1枚になる可能性はありますが、ここまでは確定で必ず入るということです。でそうするとですね、まあ、こんな感じで、まあ、もちろん剣さんをこうレンタルにしてもいいんですけども、まあ、そこからですね一番言いたいところはここです。で剣さんがもしレンタルの場合は結構ねアースとかを使いたいなってなった時に困ります。まあ、特に、まあ、そこスーパークリックでもいいんですけども、やっぱりですね、まあ、友人サポカよりトレーニングでね友情を発動するサポートカードの方が捨てが伸びますので、そうすると剣さんを自前にして、まあ、アース必要になったらこういう風にね借りていく方が捨てが強くなります。であと言いたいところとしては、次またガチャ更新もあります。なので、まあ、天井今回ですねこれね21日までありますので、まあ、ここのポイント、まあ、すぐ使わなくても大丈夫です。数日見る手がありまして、この21とかねまでギリまでは見なくてもいいですけども、ギリまで見た場合はその次の次のガチャまで見れる可能性もありますし、慎重に行く場合はですね、まあ、天井交換も焦らずという手もあります。であとはですね、まあその天井ね決まっていればね取ってはいいんですけども、まあ一応次のガチャ見つつ、例えば次のガチャで、まあ、パワーとかもね注目になっていますので、こう来た場合にもですね、もしこのパワーがすごい強くてもう加速とかもなんか持っているとかね、そういうサポートカードだったりねする場合は、そこをレンタルしていきたい。さすがにパワーまではジュエル引いていくともうお財布が持たないよっていうね話です。はい、他にはこの話もありますが、ここはちょっとまたやるとしてですね、まあこれ自前論の中で言うと、今言ったようにアースを借りることもできます。今後の人権のパワーが来て借りることもできます。プラス、まあ他にね、まあ他にもいろいろありますが、最強を借りていくとかもできますし、まあそれはもう資産次第ですが、もしですねスピードとかもまだまだないよって方は、中距離大手が必要になった時はね、こういう風にしないとダメっていう風になったりねする場合もあったりするし、あとはですね、まあ七もですね、もし持ってなければこういう風にね入ってくるという枠になります。はい、でそれがまず一つ目のね、まあ、自前論なんですけども、もう一つがあります。判断材料として二つ目なんですけども、オルフェーブル根性うらら比較論、これやっていきます。
で、これはですね、まあまあ長くならないように簡単に言うとですね、無凸のオルフェーブルを使うぐらいだったらもううららちゃんの方が強いというのがあります。ここがですね、やっぱり今のシナリオでもうららちゃん強いよというね感じでして、例えばこれ一凸のオルフェーブルとうららちゃん比べた場合ですね、伸び値がこのようになっていて、うららちゃんもですね、このトレーニング15、やる気効果30がありますので非常に強いです。このトレーニング15とやる気効果30っていうのは、だいたいトレに全部まとめたとしたら 20.何%のねトレ効果があります。なのでうららちゃんが強いよっていうことがあってですね、結構ね、言ってみれば、まあ、一凸オルフェーブルを使っていくなら、まあ、うららちゃんでもいいんじゃないかっていう感じはあります。はい、では一応比較していくとこんな感じです。この伸びも見てもらう通り、まあ、根性とかも高めたいよっていう場合は捨て盛りならうららちゃんになります。もちろん初期絆の違いとかありますけども、まあ、そんなね3年中絆ためばっかしてるわけじゃないんで、その後はうららちゃん最強になっていくという感じです。で、あとはスピ盛りしたい場合は一応ね、オルフェーブルっていうのでボーナスがねデッキの2枚分でつきますので、そういうところがあったりします。そして白スキルでもってあるというのと、初期絆があるんで、まあ大体イコールかなと思います。なんでうららちゃんでもいいですし、オールフェーブルでもいいですが、そうなるとまあ結構ね、そこで例えば両方とも全然凸いってないならね、そのねオールフェーブルをそんな低凸であってもなというね話をしております。はい、でもう一つ三つ目の判断材料なんですけども、剣さんが何凸からという話があります。で、剣さんもちろん3凸貫凸4凸ねしていくと、トレ効果がついて強くなるんですけども、まあ、2凸にしたいっていうのが結構あります。で、それが初期絆25ということをいつも言ってる感じ。そしてあとは1凸でもこの絆を生かしていく、無凸でもそのさっきの自前論でねあるので、ここら辺のね凸を狙っていきたいっていう感じです。で、あとはですね、オルフェーブルはね、何凸からっていうことを言うと、3凸4凸からが強い。1凸はさっき言った通りね、まあ一応うららちゃんでもいいなってなるっていうね、話です。はい、そうなるとここから導き出される結論なんですけども、まあこれもね、いろんな考え方があるので、まあ一応私なりの判断っていう感じで押さえてください。あと天井何回とかね、二次決勝何個あるかとかも調整はしてほしいです。で、そこで自分のサポカシさんと見比べてやってほしいですが、まあ、まずはですね、ここね、剣さん0枚の時は結構話は早いかなと思います。特にオルフェーブルも、まずね低凸の場合はですね、オルフェーブル、まあ、1凸とか無凸で取ってもですね、まあ、他でも代用が効くなっていう感じなので、そうすると代用が効きにくい自前でも剣さんでね、そんで強いサポコをレンタルできるように、剣さん自前論の中で剣さんの優先度が上がるという感じです。で、まあ、ここら辺は一応迷うかもしれませんが、まあ、剣さん確保でいいんじゃないかなと思います。今回これはですね、まあ、全部の数字は一応出すとめっちゃ長くなっちゃって、一応まとめようとしたんですけども、なかなかこれね、見づらくなっちゃったんで、そこは置いといて、これね、確保枚数です。なんで、これは無凸オルフェーブルね、1だったら。なんで、凸状況で見たい場合は、マイナス1してください。はい、そんな感じなんですけども、ここら辺からちょっと迷う卓には一応なってくるかなっていう感じなんですけども、まあ、剣さん0枚だと、やっぱり剣さん自前論で、まあ、剣さんにしたいがちではあります。で、それがですね、やっぱりサイゲーム数を信じていくかということで、今後4ヶ月に1度のペースで、新シナリオが追加されます。で、シナリオごとに特色を出すということなんで、またマイル中距離の時は UAF をやるっていう可能性があります。そう信じていくと、まあ、剣さんを、確保していきたいかなっていう感じなんですが、まあちょっと振り切ってめちゃくちゃ偏っちゃった場合ですね、そん時が、まあ、迷うなとかね思うんですけども、ここでも剣さんを確保でもいいかなとは思います。ただこうなるとオルフェーブルね、これね凸数でいうと3凸になっていてですね、そうなってくると、貫凸オルフェーブルが見えてるので、この場合はもう割り切ってオルフェーブル貫凸にするかなという感じです。これはまあ一応逆のことも言えまして、この貫凸オルフェーブルを使ってですね、まあ、強く仕上げていく剣さんレンタル枠っていう風になりますが、まあ、やっぱ貫凸できるメリットは大きいかなと思いまして、今後4ヶ月に1回の追加っていうところが、まあ、4ヶ月はね剣さんは絶対使うと考えても、逆に言うと4ヶ月の後ですね、その時にマイル中距離じゃなければ、まあ、耐えて剣さんをね使わないっていうデッキも増えてくるので、そういうところでですねオルフェーブルまで振り切っちゃうと割り切るというふうに個人的には考えております。
はい、であとはですねこんな感じです。剣さんが、まあ、無凸で確保できているよ、これね枚数なんですけども、無凸剣さんがあってっていう感じの卓です。でここら辺は最初のねオルフェーブルが、無凸とかだとねそんなに強くないよっていう話から剣さんの凸を進めて、一凸剣さんの絆とかをゲットしていきたいかなと個人的には思ってます。であとはここら辺からやっぱり迷い始めて、剣さんは一応あってオルフェーブルが2凸ですよってなった場合なんですけども、まあその場合例えば、まあ、3凸オルフェーブルを作れるから、ここはですね結構好みもあるかなと思います。個人的好みもあるかもしれません。で剣さんは確保できてるしなっていう感じで、まあここは迷うんですけども、まあ一応これだったら剣さんにするかなっていう感じかなと思います。まあどっちもありますんですが、まあ一応ね剣さんもまあ絆大事なんでっていうところで、ね、やっていきたいかもしれません。はい、であとですねここら辺からはですね、またオルフェーブルが偏っている場合は、まあ割り切って貫突にしていくかなと、剣さんは無凸運用でいいかなと思います。はい、で次ですねこんな感じです。剣さんが2枚抜きしている場合、1凸今1凸ですよっていう時ですね。そんでこの場合は最初のねオルフェーブルが、低凸でもダメって感じなので、剣さん2凸、ここはですね、まあ、結構迷わなくいけるかなと思います。で次にここの剣さんに、オルフェーブル2っていう1凸1凸の場合ですね、これもまあ迷うんですけども、ここら辺からですね結構剣さんは確保できてるかなっていうふうに考えて、まあ、先を見てオルフェーブルにしていくかなというふうに個人的には思います。で例えば2天井でオルフェーブルが今2凸ですよという場合、これも貫凸オルフェーブル作れますので、ここだったら個人的にはオルフェーブルを貫凸していく。そうすると、まあ、4ヶ月の間はね剣さんっていうところは使いますが、その後はオルフェーブル貫凸の方が生きるかもねっていう、まあ最初のエル見たくなる可能性もあるっていうねところです。もちろんスピードサポカと根性サポカ違うんですけども、まあ個人的にオルフェーブルもめちゃくちゃ強いで、この性能で出したってことは結構もうこれを超えるのないんじゃないかなっていうね、そういうところです。はい、で次ですね、まあ貫凸できる場合はもうオルフェーブルに寄っていく感じになります。はい、で次こんな感じになっていくと、まあ話は結構わかりやすいかなと思います。でここの場合はもう剣さんは2凸になっております。なのでもう使っていけるよっていう感じで、どっち交換してもまあいいです。オルフェーブルをちょっと確保しておきたいよという動きでもいいですし、まあ低凸だから剣さんの方にしようとかね、ここは結構好みかなと思います。であとはさっき言った通りね、ここら辺になってくれば2凸剣さん確保ってなっていれば、もうねオルフェーブルの方の凸を進めていきたいっていうのは個人的意見になってます。はい、であとはここら辺はですね迷わないかなとは思います。剣さん4枚以降は、まあ、基本的にはオルフェーブル先を見てねいいかなとは思ってます。ただめっちゃ偏っちゃった場合ですね、この場合はなんかオルフェーブル取ってもそのね無凸オルフェー取ってもなってなったら、剣さんを自前の貫凸で使う方がなんか楽しいなっていう感じになってます。なんで結構偏り状況にねよると思いますが、そこら辺で皆さんもちょっと判断してみてください。両方強いんでね、マジでね別にどっちがどうっていうね、こうしないとダメというわけではないので、まああくまで参考にしてみてほしいです。あとはここに迷うっていう卓なんですけども、これだと剣さんが3凸になっていてオルフェ2凸、そしたらまあそうだな、オルフェーブルも3凸にも1点の場合ねできるし、剣さん貫凸にもできるし、これはマジで好みかなと思います。いやこれは、まあ、3凸にするか、それか貫凸3、2凸にしとくかなんで、まあかなり迷うかなとは思います。でこれ以降はですね、まあ片方が貫凸だったらまあ悩みはないので、こんな感じになっております。まあちょっとですねいろいろ本当に考えたんですけども、まあ結論的にはこんな感じです。結論的には個人的意見なんですけども、剣さんある程度確保できたらオルフェーブルに寄せていくのが、まあ、先も見れるかなと思います。であとは剣さんが自前貫凸できる1点になってきた場合はですね、もう結構、ま、迷います。自前で貫凸で、そうするとねもう絶対固定、絶対ね困んないっていう感じもあって、レンタル枠でもね湧きますので、そういうところで判断していってもいいと思います。なんでまあ2択もあります。先を見てオルフェーブルっていうところ、サイ・ゲームスが4ヶ月後もこのシナリオが強いよって言って、それが1年もあるんであれば剣さんをね凸したらいいなってなるんで、結構まあ判断はじゃんけんになるかもしれませんが、まあ一応ね判断材料ということで参考にしてみてください。
ということで最後までありがとうございました。いろいろ動画上げております。二次決勝のねほども関係してくると思うんで、よかったらこれもね参考にしてみてください。それでは、最後までありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。のっちん TV でした。ありがとうございました。またな。バイバイ。